ブンディブ漁県と2001年から2005年の県ブンディブ漁県は、ウガンダ西部、トロ王国北西部の県。面積は2 3 3 8 k で、うち5 7 0 k は、水域1 2 4 3 k は、セムリキ国立公園及び、ルーエンゾリ山地国立公園の保護林1 4 5 k が、動物保護区で、 380キロ平方メートルが農地である。北東に、ントルコ軍、南西に、ブワンバ軍が置かれ、ブワンバ軍の南部の三副軍は2001年に、ブゲンデラ軍として分割された。ントコロ軍に三、ブワンバ軍に、ブンディブギョ PC を含め四、の、軽重副軍が置かれている。二千二年の国勢調査人口は千九百七十八人で、ブワンバ軍は、 アンバ族及びブーイシ族、ブゲンデラ群は、コンジョ族、トコロ群は、トロ系のトゥク族が、主な住民である。知事に相当する、第5地域議会議長は、バンバリラジャクソン。南東に、カバロレ県、南に、カセセ県、トロコ群の東は、ムーイタンジゲで、ブニョロの、キバレ県、ホイマ県と、北は、セムリキ川が流れ、西は、ルーエンゾリ山地の北部を越えて、 今後民主共和国のイトリ州及び北キ部州と接する。ありがとうございます。